皆さんこんにちは。チャオ。今日はいつもと撮影場所を変えて、ドメニコも皆さんに見えるようにして、なんかゆるーく投稿していきたいと思います。今回はまず何度かリクエストがありました、私と主人の馴れ初めについてお話ししたいと思います。でこの話を始める前に、ちょっとね、最近とても疑問に思っていることがあるんですね。それはね、私主人のことを主人って呼んでるんですけど、それって言い方古いですかね。私結婚してから日本に住んだことが一度もないので、そのあたり、ね、私ぐらいの年代の人が夫のことを話すときにどう呼んでるのかわからないんですよね。で、私母が他の人にお話をするときには主人って呼んでいるのをよく覚えているので、でそれが頭に残って、主人って言ってるんですけど、なんか他の人の動画をちょっと見てみると、旦那さんって呼んでる人がいたりとかしたんですね。自分の夫のことを旦那さんって他の人に話すときも言うのは、それは普通のことなのかなっていうのがね、そのあたりが知りたいんですよ。私はその昭和の時代に教育を受けてきた人なので、他の人に話すときにはお母さんのことをお母さんと言っちゃいけない、母と言いなさいって言われていたので、自分の旦那のことを旦那さんっていうのってとっても違和感があるように感じていたんですけど、それは今の時代そうでないなら、私もねそのあたりアップデートしたいんですよね。なんか古い話し方をする人だなって思われたくないなと思って、やっぱり日本語も時代とともに変化していくものだと思うので、もしも自分の夫のことを主人って呼ぶのは古い言い方なのであれば、アップデートしたいと思うので教えてください。主人と呼ぶままでいいのか、旦那と呼ぶべきか、それとも旦那さんと呼ぶべきか、皆さんのご意見をお聞かせください。コメントで教えてください。で、実はね、うち の主人の名前はチェーザレっていうんですね。チェーザレ、英語読みだとシーザーになるんですよ。かの歴史的に有名なシーザーと同じ名前です。イタリア語ではチェーザレと呼びます。で、割とイタリア語で有名なマルコとかマリオとかと違って、割と発音しづらいじゃないですか。ということで、名前は今まで使っていなかったんですけど、特に深い意味はないです。なので、私がこれから主人のことを呼ぶときにチェーザレっていう名前を使う方がいいのか、その辺も合わせて教えいただければと思います。なんか私は深い意味もなく主人って呼んでいたんですけど、夫っていう表現だけでも、なんか主人とか旦那さん、旦那、夫、ダーリンとかいろいろありますよね。本当にキリがないですよね。イタリア語ではミオマリートって言えばいいので全然迷いはないんですけど、日本語だと使う単語によって微妙にニュアンスが変わってきて、ちょっとややこしいなと思っているので、私が主人と呼んでいるのが違和感があるようであれば、ちゃんとアップデートしていきたいと思います。それで今日は馴れ初めの話をしたいと思うんですね。私がチェーザレとどういう馴れ初めで知り合ったのか、どういう馴れ初めで付き合うことになったのか、そのあたり興味持っている方も多いみたいなのでお話ししたいと思います。いつものように台本なしで思いついたままをお話ししますので、まとまりがないお話になってしまうかもしれないんですけど、お付き合いいただければと思います。で、知り合ったのは写真学校なんですね。で、私当時なぜ写真学校に通うかと思ったかというと、その前に2年間の語学留学を終えて一度日本に帰ったんですね。で、日本に半年いて、その後イタリアに戻ってきたんですよ。なので、これからは将来的に仕事にもついて何かイタリアで生きる道を見つけなきゃいけないなと思っている時だったんですよ。その時に当時とっても興味があった写真を勉強することを決めたんですね。まあね、当時はまだデジタルも全然普及していなくて、まあ初期のデジタルの出始めの頃だったのかな。まだね、一眼レフもデジタルはなくて、普通のフィルムを使う一眼レフだったんですね。で、私はそのフィルムで勉強してるんですけど、当時はまだインターネットもあまり普及してなくて、情報も少なかったので、電話帳で写真学校を探して電話をかけてそこに決めました。で、彼の方はなんで写真学校に通うことになったかというと、当時彼は美術館で半日の契約で働いてたんですね。なので午後がまるまる空いてたらしいんですよ。
彼はまあ若い頃から、子供の頃から写真がすごく好きで、なんかあの父親の影響とかで写真がすごく好きで、自分のうちの倉庫とかに暗室を作って白黒で撮影して自分で現像したりとか、そういう感じの、いわゆる昔の本当に写真家っていう感じの、そういう趣味があったんですね。でそれを仕事にするためにはやっぱりちゃんと学校通った方がいいだろうと思ったらしくって、学校通うことに決めたらしいんですね。でそういう感じなんですよ。で初めてメンバーを見た時、全部でね20人弱ぐらいだったんですけど、男性はその彼ともう一人若い男の子だけだったんですね。ちょっと私内心ねちょっとがっかりしたんですよね。まあそこで新しい出会いがあるかななんて、なんかほのかに期待してた部分もあるので、ちょっとがっかりしたんですよ。なんですけど彼の方はその写真学校で初めてのレッスンがある前に夢を見たらしいんです。でその夢の中で東洋人の女性と知り合う夢だったらしいんですね。その写真学校で知り合った東洋人の女性と将来的に結婚するような夢を見たらしいんですよ。それで初めての授業で私を見た時に、あっと思ったらしいです。もしかしたらこの人かもしれないって思ったらしいです。でところがね、その学校では写真コースの他にモデルコースとメイクアップコースがあって、それぞれプロ養成のコースなんですけど、その学校の中ではねメイクアップコースの人がモデルコースの生徒をメイクアップして、モデルコースの生徒たちが写真コースで撮影する場でモデルとして練習するっていう、そういうねその学校内でそのコース内でいろいろ連携されていたんですね。なので写真コースとモデルコースっていうのはよくね顔を合わせる機会があったんですよ。で そのモデルコースに、モデルコースの女性はみんな綺麗な人ばっかりだったんですけど、そのモデルコースの中の女性に韓国人もいたんですね。それでなんか彼はあれどっちかなって思ったらしいです。綺麗な韓国人の女性もいるし、カメラコースには私もいるし、どっちなんだろうってね思ったらしいですね。最初からすぐにどうこうなったわけではなくて、そのコースの中では、私と彼は最年長だったんですね。唯一の30代だった30代で、残りの人たちはみんな20代だったんですけど、私はね彼のことも全然好みのタイプではなかったので、あなんかちょっとがっかりだなって思ってたんですよね。で彼の方はでもその夢に出てきた東洋人の女性が いたってことで、ひょっとしたら将来の女性かもしれないっていうね、なんとなくそういう潜在意識はあって私のことを見てたようです。で実際ねその後結構ね授業中にもちょっかい出してきたりしてましたね。例えばその生徒同士で2組になって写真を撮り合うみたいな練習もあったんですけど、その時にじゃあ美穂とは誰が組むって先生がこう一人ずつ指していくんですけど、美穂と誰が組むってなった時に入って真っ先にね彼はね手を挙げてくれていたのが印象的でした。あと時々なんかちょっかい出してくれてたりとかして、あとねその、カメラコースの中で、これは自慢っぽく聞こえちゃうかもしれないんですけど、そのカメラコースでモデルの写真を撮るんですけど、それを現像して、で次の授業でモデルたちに見せて、それで売れるんですね。注文を受けるんですよ。そこでその一番写真を売っていたのが私とその彼と2人だったんですね。だから結構そのカメラマンとして割と私と彼と競い合っていたので、カメラマンとしての実力というか、写真の出来上がりが私の写真と彼の写真と両方とも競うぐらいに、売れていたので、そういう点でも好印象はありましたけど、恋愛感情は全然私にはなかったんですね。なんですけどこの様子が変わったのがねクリスマスだったんですよ。でもその前に一つね、その前に一つエピソードがあって、もう一人クラスに男の子がいたんですけど、その男の子がある日ね私にね懇願してきたんですよ。お願いおにぎりを食べてみたい、アニメでいつもおにぎりを食べてる映像を見るんだけど、どんな味なのか一回食べてみたいって、おにぎり一回作ってきてくれって言ってね、すっごい懇願されたんですね。でそこに主人が近くにいて、僕も食べたい、お願い僕にも作ってって言ってきて、それで次のレッスンで私はおにぎりを作っていったんですね。そう2人分、中身はね
ツナマヨと、あとその頃おかかがあったので、おかか醤油かなんかで作ったと思います。それ持ってたんですよ。それでそれ休憩時間に食べてたんですけど、もうね、私の動画、私のチャンネルを見てくれてる方は分かると思うんですけど、その彼の反応がまあ大げさだったんですよね。ボーノっていつもビデオで見せてるような、ああいうリアクションだったんですよ。それでこんな おにぎり一つでこんなに喜んでくれるんだって思って、私も嬉しくなっちゃって、若い男の子の方はここまで反応は、表現力は豊かではなかったんですけど、もちろん喜んでくれたんですけど、まあ、私の主人の方の反応はそれはそれはまあ大げさなものだったんですね。あ、こんなに喜んでくれたんだったら作っていってよかったななんて思って結構嬉しくなっちゃったんですよ。まあまあそういうエピソードもあって、まあ、それでもまあ、私その頃も全然恋愛感情はなかったんですけど、それがガラッと変わったのがクリスマスなんですね。クリスマスっていうか、クリスマスよりも1週間ぐらい前に、まあ、クリスマスになってしまうともう学校も全部閉まってしまうので、その前にクリスマスパーティーを彼が企画したんですよね、自宅で。で、僕がいっぱいごちそう作るからみんなで集まろうって言ってパーティーしようって感じで、クラス全員の人に声かけて出欠を取って、まあ、15人ぐらい来る予定だったらしいんですね。でもちろん私も行くって言って、金曜日か土曜日の8時から9時ぐらいが集合だったので、夕飯のホームパーティーをやるって感じだったんですけど、で私は当時日本語のレッスンを自宅でやっていたので、7時半ぐらいまでだったのかな。で、それが終わってから行くから遅くなるよって、でも行くからねっていう風に返事してあったんですよ。すごくね、ローマの反対側に住んでいたので、バスを使って、もバスを乗り継いで行って1時間以上かかるような場所だったんですけど、私はその日本語のレッスンが終わってからね行ったんですね。それで着いてみたらねなんと誰も来てなかったんですよ、一人男の子以外。だからそのもう一人の男の子と、あと誰も来てなかったんですよ。で、どうしたのって聞いたら、みんなドタキャンしたんだって言って、すごく気まずそうに言ってましたね。みんなドタキャンして、次々に連絡が来て、今日来れなくなっちゃったって言って、ドタキャンしたっていう風に。でね、その日ね、すっごい寒かったんですよ。で、ローマでマイナス2度ぐらいだったのかな。なんか道路も凍っていて、冷たい風も吹いていて、すごい寒い日だったんですね。で、私もだからちょっとこんな寒いのに夜中に出かけていって、夜中に帰ってくるの嫌だなと思いながら、まあもう行くって言っちゃったからね。そういうのって日本人は割と行くって言ったら行くじゃないですか。なんか普通に行ったんですけど、イタリア人は結構自分の都合でドタキャンする人も中にはいるんですよね。もう中にはもちろん真面目な人もいますけど、割とドタキャン率はイタリアの場合は高いんですよね。それにしても、その15人ぐらい来る予定だったのがたったの2人しか来なくて、結構ね、私これカルチャーショック受けましたね。でいくら寒いからといっても、こんなにドタキャンするんだと思って、こんなに簡単にドタキャンするんだと思ってね、結構びっくりしましたね。で、びっくりしたのは彼の方もびっくりしたみたいで、でその中で私が唯一、女性の中で唯一真面目に約束を守ってきたということで、とても好印象に思ったようです。でね、そのクリスマスのパーティーで主人がね用意したものがね、またこれがすごかったんですよね。結構、まあ、15人分の食事ですから、結構大量の料理を作ってくれていたんですよ。あらかじめ用意してくれてたんですね。全部魚介類で、まあプリモピアットにムール貝のパスタをしようと思ったみたいで、ムール貝のソース鍋いっぱいに作ってあって、でその他にシーフードのマリネみたいなのも作ってあって、だからすごい大量の食料が余っちゃったんですよね。でそれをだからもうたらふく食べて3人で、でその後はなんか彼のいとこのカップル、ローマに住んでいるいとこのカップルも後から合流して、結局5人ぐらいになったんですけど、だからそれでもね、本当にね、料理余りまくりましたね。たくさん食べて、たらふく食べて、でその後ね、結局ね、朝までずっとおしゃべりしてたんですよ。でそこで結構おしゃべりして、おしゃべりが全然尽きなかったんですけど、そこで初めて、まあ、その彼の考え方だとか
どういう環境で育ったのかとか、あの考え方もちゃんとしっかりしてるんだなって割とね好印象に思ったことは事実です。まあなんかだからちょっとねそこで、私の彼を見る目が少し変わったっていうのはあるかもしれないですね。 その日はそれでずっと朝までおしゃべりして、仲良くなったんですけど、で次の日のねあのカメラのレッスンがある日にちょっとおしゃべりでみんなにね聞かれたんですよ。あ行ったんだってね、どうだったって聞かれて、でそこで私がね答えたんですよ。いやね食べ物ねすっごい美味しかったよ、料理彼すっごい料理うまいよって言って、彼は結婚するのに最適な人だよって言ったんですね。そしたらなんかその発言がなんか爆弾発言みたいな感じになっちゃって、みんながでそれはあの重大発言みたいな感じで、私は全然そんなつもりないよって言って、全く、ま、私自身本当にそんなつもりなく言ったんですけど、そういう風に取られちゃって、そんなつもりじゃないよなんて言って笑ってたんですけど、でもなんかその後ねなんか映画に誘われて、クリスマスのパーティーの件で随分話したこともあって仲良くなっていたので、まあ、あの映画に誘われた時に違和感なくOK できましたね。まあ、それでね知っていくうちに、あ居心地がいい人だなって思って、だんだん恋愛対象として見るようになってきました。まあそれが、まあ、簡単に言うとそれが慣れ初めですよね。でそこからはまあね結構進展が早かったですね。で付き合い始めてからはもうあっという間にその次の年には結婚してしまったんですよね。というか唾液をね妊娠してしまったので、まあそれでできちゃった結婚でもあるんですけど、まあでもそのやっぱり不思議なもので、運命っていうのは不思議だなって思うのは、彼がその写真学校に通ってメンバーを見る前に東洋人の女性の夢を見たっていう、それはねすごくね大きかったんだと思いますね。あとクリスマスにもしも悪天候じゃなくて他の女性もたくさん来ていたとしたら、まあ、結構その当時主人のことを狙っていた女の子は何人かいたので、まあ私と仲良く喋ることはなかったかもしれないなって思うと、もしそうだったら、もしみんな来てたらそこで仲良くならなかったら話は進展しなかったかもしれないと思うと、いや運命って不思議だなって思いますよね。そんな感じなんです。今日は簡単に私と旦那さんって言ったらいいのかな、主人って言ったらいいのかな、わかんないですけど、の慣れ初めをお話ししてみました。ということで、もし楽しんでいただけたら高評価ボタンよろしくお願いします。これからもご希望の話題を時々お話しする動画を上げていきたいなと思っています。それではまた、チャオチャオ。